えー、マサートです。えー、こんにちは、こんばんはですね。はい。えー、もうすぐ、えー、5時になろかとしています。<laughs> 1分間イ託。えー、まあ、えー、この、イスラエルの状況についてですね。えー、もう1週間経ちますね。えー、まあ、突然、えー、この、お ハマスが、まあ、ガザの地区を実行支配しているハマ,ハマスが、えー、空と陸海空、海から一斉に、えー、特に、三、え、千、ー、3000発以上、まあ、5000発といわれるロケット弾を発射し、そして、パラグライダー侵入して、地下ですね、地下、そして、えー、重機銃器で、プロト、銃器で、このフェンスを、を、この、破って侵入してますね。金曜日、えー、その、 イス,イスラエルのユダヤ教の、えー、金曜礼拝ですね。私、クリスチャンは日曜日ですけど、えー、だから土曜日ですね。だからもう金曜日礼拝ですので、えー、土曜日のその、侵入してきてますね。えー、夜明けてかな。えー、この土,土曜日の私、えー、こっちに、ね、じいさんの関係、まあ、えーうん 先週のちょうどもう1週間以上経ちますけど、土曜日にそういうニュースが流れましたですね。えちょっと唖然としましたけど、えー、このイスラエル女性ですね、えーまあ、インテルゼンスも、モサド、特にアメリカでは CIA、えーまあまあ、旧ソ連では KGB ですけど、えーまあ、いろいろこの各国には、まあ、情報機関、えー、インテルゼンスを持っていますけど、 日本も言ってますと、はい、この情報ですね、えーまあ、ウクライナの情報総局長とかいろいろの、えー、名前が知れてますけど、エ、えー、モサードですね、このイスラエルも有名ですけど、なかなかこの散発的な、このずっと、まあ、去年もそうですけど、 散歩的なこのミサイル攻撃はありますけど、えー、このような大掛かりその岩田渡辺元陸将ミシタケこれはやっぱり一年以上前もって、ね、綿密に練習して打ち合わせせないとそういう,う,その、ね、う陸から空から海からの攻撃は不可能ということで <laughs>、えー、なかなかそれを察知できなかったというのも。 言われてますけど、なかなかそういうところまだ詳しくわかりませんけど、イスラエルも立ち位置、まあウクライナ情勢として、まあロシアともまあ良好な関係を持っているということで、えー、なかなかゼレンスキー大統領のアイアンドームや武器を送ってくれということも、なかなかその中立的な立ち位置ですね、えー、ウクライナを積極的に、えーまあ、武器支援等は応援していないですね。まあ逆に、まあ、ウクライナから、えー、この このウク,ウクライナ系医大臣もまあそのイスラエルには多くまあ避難してるということで、えー、まあゼレンスキー大統領は早速ハマスのテロ行為を破壊しない避難したいですね、えー、アメリカをはじめ、えー、まあアメリカにはまあそのイスラエルとの、うん 中が親密でですので、まあ、イスラエルもその立ち位置外交ですね、えー、先ほど見ますと、まあ、ドイツに援助して武器の援助してくれということでイスラエルの外交ですね、えー、まあアメリカと密接な関係ありますのでこのイスラエルすぐアメリカはバイデン大統領がテロ行為として、えーまあ、積極的に、えー、軍事支援をするということでこの、えー、この フォードかな、地中海にいる東海系、フォードかな、フォード空母一隻軍ですね、それにまたもう一隻、アイゼンハワーかな、おうおうもう一隻を、まあ、地,中地中海に二隻体制ということで、まだあ北朝鮮に、プサンにも一隻ですね、プサンにいるのがおフォードからアイゼンハワーかな今あ、その、 北朝鮮を睨んで、まあ、中国を睨んでいるのは韓国に1隻、えー、空母ですね、そして地中海に2隻を送る、二隻を送る目と言ってますね、こういう状況で、エスラエル情勢が本当に、えー、世界情勢が動くなってますね。それ、前には、まあ、この、えーえーえー、ウクライナ情勢も、まあ、このプーチン大統領がこの、 このまあなかなか最近はその高橋杉雄さんの連説が、えーまあ、仕事に移動したということでそういう発信できる立場ちょっと機密そういう保持の分で本庁に移動したので、えー、なかなかこの高橋杉雄さんのこのまあ個人ですねの意見がなかなか拝聴できませんけど、えー、まあそういう高橋杉雄さんこのお まあそういう発信する立場にあった時にはその、えー、安全特に核抑止力のその分野ということで、えー、まあ中国が、まあ、バイデン大統領が全プラン、えー、になってそして、えー、中国が台頭そ,そしてそれを見て、えー、プーチン大統領がウクライナに侵略したですね、まあ、その前に年からあ してますのでいろいろと言い訳をつけて、えー、ナ,チナチスとかそういう科学とか核とか,核とかいろいろ難癖をつけてこのプーチン大統領は2014年には、えー、もう,う電撃的にウクライナをクルミ半島を電撃的に、えー、並行しましたけど今度はそのうまみでからその中国の力また。 アメリカがバイデン大統領になったその好きっていうかいうことで、えーまあ、プーチンの大統領を全部書くあ,あれですねまあそういう23日でウクライナをまあ自分のものにできるということでまあそういう情報が上がってきたかも分かりませんこれは、えー、まあ情報機関がそのトップのに、えー、海組み組みしたそういう意見を出すということでまあそういう本当はいけないことで客観的ない情報 が本当は出すべきだけどどうしても上の方にいいような情報を流すということでそれはここに東西ということで言,って言いましたけどそういう状況でそういうプーチンの政党性を持ってしたというこれはもうこの国際法絶対許せない武力による現状の変更ですねそういうことでこの流れから最近はまたアゼルバイザンの問題で 逆にいろいろと、えー、複雑に絡んでいますね。えー、ア,メリア,アルメニアがもともとソ連を後ろ盾にしてましたけど、えー、そういう構図があるア,アルメニアが西側に特に EU またアメリカに近寄ってたということで、えー、ロシアは見,見限ったですねそして、えーまあ、アゼルバイザンはそのトルコが後ろ盾ですけどアル,ルアルゼルバイザンはあまあ まあ、まかに詳しくすれば、アベルズバイザンがイスラム教で、またアルメニアがキリスト教中、まあ宗教もありますけど、アルゼルバイザンがそういう、まあ、トルコ、列車に前もって行って、今まで100年以上ですかね、ナバル・カフコフ、主にアルメニア、 刑事住民がほとんど8割9割占めてたのが、えーまあ、自称国家としていましたけど分離独立されましたけど、まあ、一気にこのおアゼルバイザンが、まあ、テロというロシアの,そのプーチン大統領がしたテロという名目でまたあ一斉攻撃して、えーまあ、ア,メリア,アルメリアもその自治政府も、えー、ロシアの後ろ盾がないということで、えー、もうお この、まあ、消滅、国家消滅、そして、えー、ほとんどの住民ですね、8割、9割住民が、本国ア,メリア,にアルメニアに、えーえーえーまあ、移動したですね。こういうことで、えー、今回、そういう、えー、またアゼルバイザンはまた、アメニア本国にまた武力、そういう、うん、きな臭い流れがなってますね。そういうのが進んだかと思うと、今度、この世界情勢で、この、 複雑ですね、そのイランとサウジアラビアですかね、イランと,イランとサウジアラビアの,その仲持ちを中国が持ったということで、またアメリカが危機感を持って、今度はイスラエルとサウジアラビアの改善をして、アメリカが落としたところ、またこのハマスが、その。 イスラエルとサウジア,アベラビアが、えー、そのアラブの名衆が長くなることに、えー、危機感を持ってということなんですけど、なかなかそこら辺は、えー、専門家ではないですけど、まあ、いろいろ各メディアで報じられているところで、えー、まあそういう、えー、に立ち位置になってますけど、えーまあ、エジプト、おおまあまあ、ヨルダンで、シリア、イランですね、まあ、こういう状況で、えー、このイスラエル状況、 ま、あもう多くの専門家がその遡った場私も聖書がありますけど既、まあ、約聖書の時から、えー、このカナンのその地ですね、えー、アブラハムが神様に目覚、えー、め,めて12部族ですね、えーえーまあ、エジプトにウセフがエジプトに行って、えーえー、100人足らずでエジプトにいた民が100万人以上になって えー、エチプト脱出をして、そして、えー、モーセの後の容赦に引き,引きずられて、えー、カナンの地に入って、えー、そして、えー、またその地も民はその時、えー、預言者、サムヤに対して、私たちも、えー、他の国々と。 他の,他の国のように王様を建てたいということで王様は神様に背くのかと寒いよりは嫌がりましたけど、えー、一つの国最初の王様がサウルですね次がダイビでその次がソロモンですね。ソロモン時の ソロモンの子供、レハブアムの時に、えー、ヤラブアムが反乱を起こして、10、えー、部族を率いて、北のイスラエルですね。そして、えー、レハブアムが残りの2部族で、ユダですね。先に、この、まあ、イエス様が生まれる2000万年前ですね。もう古代の時に、北のイスラエルは偶像崇拝に陥って、まあ、アッシュラという帝国に滅ぼされ、そして、えー、南のユダも、その、 えー、バビロンのネブカザネザルによって補修の旅となって滅ぼされますけどその後国は再興しますけど、えー、そういう時にまたーマラキショーそのローマー皇帝の時にローマ帝国かな属州となってますピラトが来ていますけどまた反乱で、えー、完全に国がその イスラエルという国が滅亡して、えー、これは、えーえー、私も歴史がわからないんですけど、えー、このシオニンズム運動ということで、えー、戦後戦後かな大臣作戦作ですかね、えー、この 再建してますね。流、え、浪、ー、の民が再建していますね。その前は、なかなか第一次世界大戦後、オスマン、トルコ、またイギリス、えー、そのよく歴史的な教科書では、イギリスの2枚、3枚舌がこの戦火ということで、まあいろいろとそのあと建国以来6日間戦争、今では第5次中東戦争と言われていますけど、 えー、そのエジプト周囲の国からの攻め入れて6日間戦争で大幅にしてますねまあ今第5次、えー、中東戦争と言われています、えー、私も記憶が、うん、薄ければこの、えー、ジョネツカサさんのチャンネルでこのヨルダン側、えー、ヨルダンの方にもともとのアルファ議長を率いる p r をですねパレスチナ で、その今回みたいな戦いで、えー、この PLO のアルファレビッド議長が名をせたということで、それからガザに入ったんですかね、そ,その時から、えー、まガザを、まあ、うん 多く、風ですね。まあ、実行試合していたのが、ピエロの解放機構、えー、ですかね。今度は西側に、その、最近では、ちょっとその最近の情勢わかりませんけど、アッパス議長ですね。えー、今、パレスチナ自治政府、えー、ヨルダンの西側ですね、えー、ガザは何年か前にハマスが、あ 何回目の武力ですかね、取ったり取り返したり、えー、イスラエルがあ武力う紛争して、PLO のアラファト議長、まあ、もう亡くなっていますけど、ところを完全に <laughs> 破壊していますね、えーそ。そのよって、PLO が力弱まって、逆にこの穏健派じゃなくて、完全に暴力のおハマスが。 実験をたたみたいですその辺は詳しく分かりませんけど、えー、2000以降中田敦子さんがいろいろと調べはいいんですけどそういうことで現在ハマスが実行試合しているということで今回、えーまあ、1週間前ですけど、えー、自分、えー、ハマスが残されている周囲の国々がほとんど おこのおアブラハム合意ですかね、全トランプ大統領の時に、えー、アラブ諸国がイスラエルと長くすることで、今回も、うん、イスラエルとサウジアラアビアが仲く改善することで、えー、今回またこれ、この件によって中断してますけど、まあ、イランがまたそういう。 イランまたイランがシリアを応援してますね。えー、レバノン、まあ、ヒズボラとかいろいろそういう兼ね合いで、えー、2、3日前にはそのイランの後ろでやがてイスラエルはそのシリアのアレッポと北の方とこのダマスコかな空港を2つ、滑走路を攻撃してますね。えーえー、支援をそういう流れの中でまたいろいろと。 今回、侵入した1週間ぐらいで、そのほぼ、まあ、完全じゃないですけど、えー、このゲリラですね、えー、ハマスのゲリラを、まあ、相当して、えー、イスラエルもこのネタニフ首相ですね、まあ、保守派ですけど、えー、もっと、まあまあ、右,翼あの右側の野党の指導者と、また、 全員じゃないですけど、えー、この戦時局内閣を樹立して、えー、この対ハマスの戦争に向かってますね。えー、まあこの、えー、特にガザに勤むことを、えー、まあ、避難するように呼びかけますね。まだ本格的な地上戦は始まっていませんけど、病院見たんか、まだいろいろと聞こ、えー、聞こう、えー聞聞こううん 聞こうとか、えー、人質その前には特殊部隊が、えー、その、えー、この人質を取ってますね、えー、その迷惑は話せませんけどこういう流れで人質取っていますけど、えー、今回。えー またいろいろなあもう言葉では尽くせない、えー、映像では尽くせない残忍な行為、えー、ブチャの虐殺じゃないですけどもうそれ以上にひどい、えー、殺戮が行っていますね、えー、テロ国家としてま,またこの税権も持っているこのおおイスラに対して、えー、またあやりすぎはいけないとかそう,そういう、えー、またパレスチナ側そういうおこの まあそういうい私たち外部外部のとそ,そ,そんな感じですけど、えー、実際暴力によってハマス、まあ、そのパレスチナ人住民、えー、の、まあ、反対もいろいろに聞かれますけど、まあ、TBS でそういう、うんね、何十年前かに赤軍ですねこの、うん、テレアビルで弾殺したその。うん 赤軍派の娘が TBS のそういうコメンテーターに出たということでイスラエルの駐日大使がもう,もうありえないということを言ってますけどこういういそういう、えー、立ち位置でねテロは絶対許せないですねこんな感じで J 権を行使して、えー、このお日本もまあ,あこのパレスチナでもいろいろその勢力がありますねこの、うん ガザを実際試合、暴力で支配しているハマスと、7月にも反ハマスのデモがあったということで、えー、西側のヨルダン地域はアッパス議場、パレスナ自治政府ですかね、そういう、はまあ両方いろいろとまた小部族、イスラム聖戦機構とかいろいろがありますけど、えー、このような。あ えー、なかなか、まあ、私自身もインプット、インまだまだあパレスチナ問題についてはあ勉強不足ですね。えー、まあ、にせに中達子さんが YouTube で分かりやすく説明しているという言われているんでけど、まだまだ勉強不足ですけど、えー、この目が離せないですね、特に私たち、えー、まあ、聖書を知る者として、イエス様を信じる者として、このおまあイスラエル、 目が離せないですけど長くなりましたけど、えー、なかなかまた、えー、まとまりのないコメントまあいたくコーヒーを飲みながらまた次回、えー、今日は毎、えーまあ、週間1週間前に先週の土曜日に起こったあイスラム情勢について知り、えー、ました秒段階ですねいろいろとその意見の分かるところですけど絶対はテロ逆にもうその最初に今回 え浜マサが行った多くのこの残虐な犯罪行為ですね。本当にひどいですね。えー、もう口にも目にも出せ、えー、もうヘドが出るような本当にこのような残虐行為は絶対に許せないですね。えー、このマサト、一い、間カン、ユデシティえー、このウクライナにシャロムですね。栄光あれですね。シに栄光シャロムですね。イスラに栄光あれですね。シャロムは栄光ヘ,ヘアンです。 平安ですね。イスラエルにシャロームですね。マサトイしタ、マサトのこの YouTube チャンネル登録、コメント、いいねボタンとよろしくお願い,いたします。イスラエルにシャローム。マサトイしタ、イエス様。マ、マサトイしタ、次回のこのイスラエル情勢、イスラエル選挙でお会いいたしましょう。仕上げネスパッションプロジェクト、シャローム、シャローム、シャローム。